まあかなりアウェー中でこういうことを言うのは、まあ、私は当然韓国で言わない面白くなくなるんで、そういう意味合いじゃないですか。いやいや、またちょっとそれあれですが、問題は国際法というものができた後でどちらが正式にこの島を自分たちの島と解釈したのかということだと私は思ってます。でその時に日本が1905年にこの島を島根県にの編入したということを外務省の方がおっしゃってるんですが、それを言った時に外国人特派員クラブに参加している外国人記者の多くが言ったことは、では1905年に編入したということはその前までは日本領ではなかったということを認めてるんじゃないかという意見が多かったんですね。でもう一つはこの1905年という時期ですよね、これが後に1910年以降は韓国併合というのが行われますから、まあ、これは韓国の学者の中には韓国併合自身を認めないという人もいますけども、一般的に併合されたと考えればそれ以降はもう朝鮮半島全てが日本のものになるわけじゃないですか。でその5年前に第一次日韓協約で、この竹芝が編入されたということから実は韓国併合が始まったんだというのが、まあ、韓国の歴史教科書で教えられている教え方なんですよ。もしこれが国際司法裁判所に出た時にやっぱりその植民地侵略された側と侵略した側という図式になってしまうと、どうしてもこれは日本が不利になってしまうと。ほんなら裁判所に訴えたらどうなんですか、参加一緒に応じればいい。いやだから当然実は韓国側もですね、1965年日韓条約が行われる前に、63年当時 のチョン・イルゴンさんという国務総理と、それから、日本側の代表が出てですね、その中で、まあ、竹島密約というのが具体的に交わされるんですけども、竹島密約の中でも韓国側日本側に第三国調停案というのを出してます。でその第三国調停案によってこれを決着つけようということに対して、これは逆に日本側が拒否したという記録が残っております。だから一度は韓国側もこの問題に乗っかろうとした時期があったことは間違いないんですけども、それ以後韓国側は日本に拒否されたので出さない、まあ、実際実行支配してますから。でもう一つは韓国と日本の間でね、はい、まあ、密約があったという、はい、もうごく簡単に説明しますとね、はい、この領有権についてはお互いにその自分の国内の国民に納得がいくように説明しましょうと、うん、ただしこの現状は変更しませんよ、はい、ということだったんですよ。そうなんです。で私たち日本国の立場としてはですね、これはもうあくまでもだって日本人がそこに住んでた形跡があるわけですから、日本の領土ですね。それから1905年に編入もして、これは国際法にかなうものです。なぜじゃあその1905年以前にしなかったかというと、やっぱりまだ日本というのは1868年に開国ですよ、明治維新で。国際法も本当知らなかった。だからその樺太の例なんか見ると非常によくわかるんですけどもね、領土意識というものがすごくその国家として薄かったんですね。なんといっても海で囲まれてますから。だから自分たちが使っている島であっても土地であっても、それを国際法に基づいてこれは我々のものだというふうに宣言するということがあまり馴染みがなかったということも一つの理由として考えられるというふうに思うんですね。桜原さんのおっしゃることよくわかります、ね、そうなんですね。でその密約をまず破ったのが韓国なんですよ。そうなんです、おっしゃる通りです、ね、はい、だから今こじれてますから、私たちはじゃあ国際司法裁判所行きましょうと、うん、で あなたがおっしゃパクさんおっしゃるようにですね、うん、日本に不利だと思いますよと、あ結構ですよと、私たちはちゃんとした材料を持ってますから国際司法裁判所で堂々とね、うん、そちらのもきちんとした資料を出していただいて、その資料が正しいかどうかということもきちんと検証し合って、じゃあこれはどっちの領土ですかということを決めるのが一番いいと思います。ただ問題はここに政治の要素が入ってくるわけですね、はい、でも私は感情は横に置いて日本の国益のために韓国と仲良くしなきゃならないということをずっと言ってるんです。いや私もその通りです。それを思うと、はい、これをその司法裁判所に持っていくという決断をすることが本当に日韓双方のためになるのかなというところで、もし躊躇が日本側にあるとしたらそこなんじゃないかと思うんです。先ほどお互いの歴史にできるだけ介入しないようにしましょうということだおっしゃったじゃないですか、はい、私は一番やっぱり日本にとって問題なのは近隣諸国条項だと思ってるんですよ。だからこれを廃止して、今日韓と日中で歴史教科書共同研究やってるんですけど、お互いの教科書おかしいとこは主張すると。例えば韓国の歴史でもザコバさんと一緒にね、韓国の
その反日スポットをいろいろ見て回ったんですけども、本当に中林さん接種を思ったと思うのは、やっぱりやられた側の歴史しかないじゃないですか。で、例えばそこに、例えばあの歴史館の中に村山談話のプレートが一つあるとかね、河野談話のプレートが一つあるとかっていうのはあってもいいと思うし、どんどん日本もいいことやってますということを韓国の歴史教科書に書いてもらう努力、外交努力をするべきだと私は思う。先生、これ地図ね、はい、持ってきましたんや、はいはい、いつの間にやら竹島ね、韓国に近づいとるんだ。島動くないんで地図はバーン動いていっとる。こんなこと一がですか、うん、一がもうどん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 韓国になってるんで、こんなんおかしいです。ヘッドさん歩いていってるのかもしれない。いや動けん、泳いでる泳いでる泳いでるね。こういうのもね、子供に教えてるっていうのは頭から間違いなんですよ。いやだからそういう間違いも含めてね、もっと日本側はちゃんと主張したらいいと思うんですよ、うん、でもパクさん一ついいことおっしゃいましたよ。あの近隣諸国条項をなくしましょうと、うん、はい、これはもう絶対になくすべき で、ね、そうです。でも韓国のパクさんがおっしゃってくださったこと本当に嬉しいと思います。ありがとうございます。もうそれはもう絶対に韓国の人がみんなパクさんみたいな方だったらちゃんと話せるのに、いや逆に本国から叩かれるんじゃないかと。